はい、皆さんこんにちは。こちらのアップルウォッチ SE ですけどね、まあこれがなんかね、次の次世代 SE 第3世代ではプラスチック筐体になるなんていう噂がここ10日ぐらいで出てきています。今日はね、そのまあプラスチック化に伴ってまあどうなのかっていうところをね、あじゃこうじゃ話していきたいと思います。はい、ということで、まあ前もちらっと噂が出たこともあったとは思うんですけど、この10日間次期アップルウォッチ SE 第3世代のプラスチック化が噂として話題となっています。で、特に事前情報として的中率の高いブルームバーグのガーマン記者が8月5日にちらっと触れてですね、その後8月12日に、記事の中でもね書いていまして、同社は初めてアップルウォッチ SE をアルミニウムをやめてプラスチックケースを使用しますなんていうことで、生産コストを下げるのが目的、アルミの5ドルに対して約半分のコストで済むということで、サムスンなど競合との背景から約200ドルで売りたいのではないかと思うとしています。そして背景にはアップルが数週間前に最近の学校の携帯電話禁止なんかの傾向を受けてアップルウォッチのマーケティングを刷新したなんていうのもあるようで、低コストの電話の代替品としてアップルウォッチの宣伝をしているなんてことでね、まあ、学校関連の背景っていうのはなるほどという感じもしますけどね。確かにね、米国のアップルのサイトではこのように Apple Watch for Your Kids とかっていうサイトがまあ立ち上がっていましてね、まあ、これがかなり詳細に Apple Watch を子供に使わすというのをまあ推奨している内容になっているわけですね。まあスマートウォッチの市場は様々な価格帯がもうバンバン出てますからね、特に中価格低価格帯はすごい熾烈ということで、まあ日本でも最近すごい目につくのが中国のシャオミですよね。こちらなんかもうね、下はもう5000円台から、そして割といい機能がついたものでも1万円台なんていう価格帯で出してきていますよね。しかも5400円の最近出たやつでもこれ筐体アルミですからね。まあただね、感覚で語ってもしょうがないんで、実際アップルウォッチの立ち位置って世界でどうなんでしょうか。でまずアップルが公式に発表している決算で直近9ヶ月の数字ですけどね、各アイテム、ここにはウェアラブル、ホーム、アクセサリーというのがあって、まあ、ここにアップルウォッチが含まれるんですけど、まあ、AirPods なんかもね入っているんで、まあ、一概にここだけの数字で判断はできないんですけども、まあ、前年同期比では 91.6% という数字、やはり前年落としたカテゴリーにはなってるわけですね。でカウンターポイントという調査会社がグローバルの出荷台数のレポートを出していましたけどね、まあ、こちらは2022年の第4四半期から2024年の第1四半期までの数字ですね。まあ、全体としては2024年の1から3月の第1四半期には前年同期比 2% 減少したスマートウォッチなんですけどね、まあ、その中でもアップルの方はですね、前の年 26% のシェアがあったものが 21% になっているんで、まあ、2割ほど落とした計算になるんですね、台数では。でそれに続いてファーウェイが 10% のシェア、サムスンが 9%、 その他 60% の中にはシャオミとかイモとかね、そのあたりが前年比で最速の成長を見せているそうですね。ファーウェイも最速の成長だそうです。まあ、このグラフからはアップルのシェアは出荷台数という意味では相変わらず高いものの、まあ、全体の流れとしては下降気味のトレンドにあるということが確認できるんじゃないでしょうか。まあそしてカナリスのウェアラブルバンドレポートというのもありますけどね、これはね、今までの実績と将来の予測みたいのもありますけどね、まあ、これがウェアラブルバンドをスマートウォッチとベーシックウォッチとベーシックバンドの3カテゴリーに分けて分析と予測をしています。まあ、この中でね、つけるだけのアクティブトラッキングのバンドっていうのは基本的には衰退していく傾向があってですね、今後もそうだろうという感じで、で手頃な価格と機能のベーシックウォッチのカテゴリーの伸びが確認できるということ で、 でここでもね、シャオミとかファーウェイとかのね、価格に配慮した消費者への出荷というのをまあ評価しているような内容となってるんですよね。やっぱりね、そのあたりの価格帯伸びてるんですね。日本でいうと1万円台とかね、それ以下のものだと思います。まあ、ファーウェイは現行のだとフィット3ってやつが、これ日本に持ってきても2万円台前半、まあ、ちょっと高級路線の GT4 っていうのが36,080円とかになってますよね。
で、カウンターポイントでシェアを伸ばしているという話題になっていたイモっていうやつは、まあこれ子供向けのものとしてね、出ているもの。これがね、ビデオ通話までできたりして、259ドルからってことで、アプローチ SE のセルラーモデルの299ドルよりやっぱりね、低い価格で出ているんですよね。あとはまあサムスンはね、ブルンバーグのレポートで引き合いに出されていましたけど、まあサムスン自体はね、このウルトラとかっていうのは基本的に、まあ日本で売ってるものはアプローチとそんなに価格帯変わらないですし、まあこのスタンダードっぽいやつもアプローチとそんなに変わんない上にちょっと高いぐらいだったりしますけども、まあこのウォッチ FE とかっていうのはもうまさにね、アプローチ SE とガチンコ価格になってるわけですね。まあ、日本のね、アプローチ SE は特別価格でちょっと安く売られているんでね。で、米国ではこれ199ドルで売ってますから、これアプローチのね、SE の249ドルより下行ってますからね。やっぱこれにはね、並べたいっていうのはあるでしょうね。それでまあ、アプローチ自体の内訳っていうのはどうなんでしょうか。これまあね、CIRP のレポートっていうのが、この2024年の第2四半期の分が出ていて、ちょっと面白かったんですけど、これもね、米国だけで売上高ベースの、アプローチ内でのシェアをね、調べたというレポートなんですけど、で、これによれば、米国でのね、売上高のシェアで言うと、シリーズ8と9で、まあ 62% を占めてるってことで、まあやはりスタンダードモデルが一番シェアがあるよということが確認できます。で、それに対して SE のエントリーモデルは 12%、ウルトラは、ウルトラのね、旧モデルと2と両方の合計が 20% ぐらいいってるというところで、で、まあ、秋の新モデルの合計を足すと 54% になってるみたいですよね。まあ、ただ、ここで読み間違えてはいけないのは、このデータが売上高であって、台数ではないことですよね。もちろん、Apple Watch SE なんていうのは、単価の低い製品ですから、まあ、台数は出ていたとしても、このね、売上高が伸びないということもありますよね。アプローチ SE は現在米国で249ドルから329ドルで売られています。ウルトラの方は米国で799ドルで売られていますから、まあ、SE の平均どのぐらいかわかりませんけども、まあ、仮に279ドルあたりと仮定すると、ウルトラ2は 2.86 倍の価格ですからね。まあ、台数で言うと SE の方が計算してウルトラ2の3倍近く売れている可能性はあるわけですよね。まあ、このようにね、調査会社のレポートを見た感じでは、スマートウォッチの中でもある程度の機能と価格のバランスを重視した製品っていうのが、まあ、出荷台数のシェアを伸ばしてるみたいでね、まあ、やはりね、シャオミとかファーウェイなんか代表的なものが多いんじゃないかと思います。まあ、それに対してね、アプローチは基本フル機能を謳っていて、SE であっても価格は他社製品と比べるともうハイエンドの高い部類に入っちゃってね。まあ、機能性能についても、まあ一応フル機能で売ってますからね。まあ悪く言えばシリーズ9と差が乏しいというところで、まあそんな中、競合製品についてはエントリーモデルであってもですね、性能がどんどん上がっているというのもありますよね。まあ、先ほどのカナリスの分類に当てはめると、まあ、この分類自体はどういう基準でやってるかって書いてないんですけどね、まあ、スマートウォッチとベーシックウォッチ、ベーシックバンドという3カテゴリーにこのウェアラブルバンドを、ね、分けていましたけども、まあ、ここから見ると現状でアプローチの SE っていうのは、まあ、スマートウォッチのカテゴリーに入っているんじゃないかと思うんでね、まあ、これをベーシックウォッチのカテゴリーに主戦場を持っていけるのかどうかというのが、まあ、ちょっとね、一つの課題なのではないかと思うんですけども、まあ、仮にね、子供に焦点を当てていくという方針であれば、プラスチックなどのコストダウンに加えて、機能自体もね、純正アプリのみに絞り込んだりして、ヘルスケアもあんまり重視しないシンプルなものでもいいのかもしれませんよね。なんかね、子供はヘルス機能っていうよりは、どちらかというと最低限の通信機能に SOS であるとか GPS の機能を備えたものになってくるんじゃないかと思います。まあ、あるいは今までの SE もそうですけど、エントリーユーザーとか2台持ちなんかを狙うんであれば、プラスチック筐体などのコストダウンだけにとどめんのかななんていうのもありますけど、ただセンサーの削減とかもしないとなかなかコストダウンもしにくそうですけどね。ディスプレイなどはコストダウンできそうな感じもしますけど、競合他社ほとんどが OLED 採用してるからね、そこが見劣りするとちょっとどうなのかなという疑問もあります。
まあ、あとはね、バッテリーの持続時間っていうのもね、一つの課題ですよね。競合品がヘビーユースでも7日間ね、持ったりとか、モードを変えるともうね、10日間、21日間と伸ばしてる中ですね。まあ、慣れてしまえばアップルウォッチの毎日充電っていうのも運用できないことはないんですけど、まあ、やはり1日1回ではちょっとそのね、初めて買う人に向けての訴求力は弱いものとなってしまいますよね。あとは iOS 以外との互換ですね。単独使用ができるようにはなっていますけど、設定自体は iPhone からやる必要がありますから、まあ、そこを変えていかないとね、iPhone 以外のユーザーはそもそも購入対象にならないという事実はあるんでね。まあ、Apple ファンだけに使ってほしいというところで、まあ、社内でね、iPhone の販売促進という面での、まあ、Apple Watch の位置づけっていうのもね、あるんでしょうけども、まあ、そういったジレンマをどう解決していくのかというところはね、まあ、一つ注目したい点ではないでしょうか。まあ、Apple はね、製品全体として基本的には価格競争に入っていかないっていう姿勢を持っている会社ですからね。まあ、やはり単価が取れて、粗にも取れる製品っていうのが、まあ、主要モデルになっていくんだと思うんですけども、まあ、ただ、SE のようにシェアを維持したり成長させるためのモデルをどこまで追求するかというところが、まあ、気になる点ではあるでしょうか。まあ、個人的にはね、150ドル以下ぐらいで日本円2万2000円ぐらいの新しい提案のアプローチあったら試してみたいんですけど、ただまあ台数だけ出て利益が少ないものをね、Apple が手掛けるかちょっと微妙というところでね、まあ、これをね、一生懸命3台売るぐらいだったら、今までのね、シリーズ9とかをね、1台売った方がね、いいなんていうのもあるかもしれませんしね、まあ、非常に難しいところ。まあ、あとはね、中華系の企業については、ちょっとまあ国と一体化して、値段の安いものがね、出せる仕組みがあったりということもありますからね。あとは現在の SE 第2世代はね、初めてカーボンニュートラルな製品として2年前に出しているんでね、まあ、このテーマは Apple 自身2030年を目標にやってるものですからね、これを手放すとも思えないですから、まあ、そうするとね、SE 第2世代から採用されたナイロン複合材なんていう裏蓋のね、素材みたいなものを、まあ、全ボディに活用していくなんていうことが、まあ、想定されるのかなという感じもします。なお、次の秋のアプローチ新製品については、これ、まあ5サイズっていうのは変わんないんですけど、全体に大きくなるらしいんですよね。で、SE はね、41ミリ、45ミリという展開になって、まあボディと画面サイズが大きくなったり、あとはシリーズ7以降のデザインに変わると言われているようです。まあこのスライド、以前紹介したものなんで、必要な方は一時停止してみてください。はい、ということで、まあ、プラスチックという言葉が一人歩きしがちですけど、まあね、一般的に、まあ、樹脂系の素材というふうに考えるとね、まあ、このね、アルミでなくても、まあ、いろんな表現の仕方ありますからね、まあ、何もこういったエアポッツみたいな白いテカテカのプラスチックということではなくてですね、まあ、他にもね、こう透明感のあるものもありますし、あとは、それ以外だとね、こういった繊維と組み合わせた、成形した樹脂なんていうのもあるんでね、まあ、一概にプラスチックだから安っぽいんじゃないかという懸念にはならないのかなとは思ってましてね。あのね、SE 第2世代のね、グラブタ、これは第1世代だからちょっと違いますけどね、例のナイロン複合素材というのになって、そんなに見劣りするものでもないので、まあ、その延長でこのね、筐体の側なんかも設計されていくのもね、一つ方向性なのかななんて思ったりしましたけどね。まあ、いずれにしてもね、アプローチはね、そろそろやっぱり、変わっていかないと、その元々のユーザーがなかなか買い替えないんだっていうね、現実もあると思うんでね。まあ、どんなね、やり方になるにせよ、まあ、Apple自身が変化しようとしているという点はね、ちょっとね、面白いんじゃないかと思います。個人的にはね、この SE 第一世代が、OS の対応がね、最新が次からできなくなっちゃうんでね、私これは買い替えなきゃいけないんで、SE 第三世代はちょっと楽しみな存在ではあります。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。